エミリアン・デオールは、フランスのボルドー出身の柔道選手。階級は 78kg 超級。身長 170cm。体重 97kg。マルティニーク系。2013年のヨーロッパ選手権で2位になった。2014年のグランドスラムパリでは、日本の山部カナと対戦し敗れて2位だったが、ヨーロッパ選手権で優勝を飾った。 世界選手権では準々決勝で山部を有効で、破るも準決勝でキューバのイダリス・オルティスの前に敗れたものの3位となった。世界団体では優勝を飾っている。2015年にはバクーで開催されたヨーロッパ選手権を兼ねたヨーロッパ競技大会において2連覇を果たしたが、世界選手権では初戦で日本の立本愛の払い腰で敗れた。 リオデジャネイロオリンピックでは準決勝で世界チャンピオンでもある中国の武将を破ると決勝では前回のチャンピオンであるキューバのオルティスと対戦し GS に入ってから横四方型で一本勝ちを収めてオリンピックにおける柔道競技でヨーロッパの女子 78kg 超級の選手としては初の金メダルを獲得した2018年8月には現役引退を表明した ありがとうございます。